はいどうも、はじめまして、こんにちは、ゆういちです。よければね、皆さんチャンネル登録高評価お願いいたします。ということで今日なんですけども、超速報です。こちら、はい、お知らせにあるね、イチローセレクション登場選手を当てるキャンペーンね、もう12選手全員分かりました。まあ多分ツイッター見たらね、分かると思うんですけども、まあツイッターやってない方もいると思いますし、ちょっとこちら YouTube でね、12選手ご紹介したいと思います。はい、まずヤクルト金田選手です。金田選手はね、まあ、この表の3捨ても強いんですけど、リア対面もね、ストレートエースドロップカーブ2種ということでね、まあ、結構強いんで、まあ、取りに行く価値全然あると思います。まあやっぱり金田さんはそれはレジェンドですわ。レジェンド OB です。はい、文句ないっす。はい、お次、阪神掛布さんです。まあ去年も出ましたけども、今年もイチローセレクションで出るということでね、このミパ82同値でアーティストで超広角とアーティスト回ありますんで、まあもうサードはね、これで OB はもう掛布さんで皆さんいいと思います。はい、そのくらい強いっす。はい、お次、巨人は王さんです。王貞治さん、まあここはね、結構皆さん予想当てた方多いと思うんですけども、もうファースト、そしてね、バッターとしてプロスピ最強格のね、王さんなんで、ここはね、僕も個人的にめちゃめちゃ欲しいっす。はい、お次、広島野村さんです。一応最後では2020年なんですけども、まあショートとしてはね、めちゃめちゃ強い選手なんでね、ここもね、広島純正みんな取りに行くんじゃないですかね。まあここのね、表のめちゃめちゃ強いステータスなんですけども、守備もね76ということで、まあ普通に守らせられますね。そしてまあ超阿部ヒトチャンスメーカーということで、まあここもね、誰も文句ないんじゃないですかね。まあただ TS でね、池山さん出てるんで、まあそこがね、どう使っていくかっていうところではありますけども、広島は野村さんです。はい、お次、中日は松坂さんです。今回ね、僕予想で全部松坂さんにして、まあ当たったと思ったんですけども、まさかの中日ということで、まあツイッターでね、まあちょっと先走って間違った情報を出してしまいました。すいませんでした。いやーでもね、僕ね、松坂さんが大好きっていうのはね、もうずっと言ってるんですけど、いやー、西武で出てほしかったなー。まあただ中日版のね、松坂さんは、まあツーシームありますし、超タイピンチ、キレ伸びということで、まあリアタイ的にはね、西武よりも中日版の方が強いです。まあただ僕はね、やっぱり西武の松坂さん好きなんで、ちょっと今回唯一というか、12選手の中で唯一ちょっとがっかりしてます。はい、はい、お次、横浜佐々木さんです。大魔神ですね。まあ去年もね、マー君セレクションで選ばれてるんですけども、今年はね、イチローセレクションということで、まあさすがやっぱレジェンドですね。まあ大魔神はね、毎年 OB 出てますんで、まあもう持ってる方、知ってる方いると思いますけども、フォーク2種です。はい、まあこれがね、やっぱ慣れも結構ありますけども、久々にやるとね、結構全然打てないんで、まあ大魔神横浜版ということで、今年も出ます。はい、はい、お次、オリックスなんですけども、オリックスはね、今回唯一の初登場の選手で、福良純一さんですね。あの前オリックスで監督されてた福良さん出るみたいです。でまあ一応ポジションがね、これ多分セカンドで出ると思います。まあどんな能力になるのかね、楽しみにこちら待ちましょう。はい、お次、ロッテヒルマンさんです。ここ結構意外でしたね。ヒルマンさんかっていう、まあもうレジェンドですけども、まあヒルマンさんね、リーグ的にめちゃめちゃ強いです。制球スタミナ同値なんでね、デフォルトで。まあ、ただリア対面はね、そんなに強くはないです。はい。はい、お次、楽天ジョーンズです。こちらもね、今年もコラボセレクションで登場ということでね、すごいっすね。で、まあ、ジョーンズと王さんが、ファーストのね、二人出るよって言われてた、ファースト枠なのかなと思います。はい。まあ、守備はね、結構しんどいんで、これは多分指名打者の枠で選んだんじゃないですかね。ジョーンズ。はい。こんな感じです。はい、お次、ソフトバンクは城島さんです。結構ね、阪神で予想してる方多いんですけども、ソフトバンクの城島さんが出ます。まあ、城島さんはね、僕も未だにリアタイ、まあ、今守備要員ですけども、普通にね、バッティングめちゃめちゃ打ちやすいっす。まあ、ミパ同値パワーヒーで、キャッチャー、適正もね、79で、特殊で80いきます。A いきます。で、肩86なんで、まあ、そうそう、盗塁されないっすね。使ってて。で、まあ、特能はね、捕手と固め打ちなんで、まあ、パワーヒー以外ほぼ出ないんですけど、この超パワーヒー出るだけでも十分、城島さんホームラン打てます。はい、お次、日ハム、張本さんです。まあ、これはね、もうね、レジェンドですよ。結構予想してた方も多いと思いますけども、日ハムの張本さん出ます。で、一応、張本さんレフトやってたんで、まあ、レフト枠の選手なんだと思いますね。まあ、広角打法ありますんで、打感はね、めちゃめちゃいいと思います。はい、ラスト、西武枠、秋山浩二さんです。いや、今年、秋山さん欲しかったんすけど、イチローセレクションか。限界突破、きちぃ。まあ個人的にはね、さっき言いましたけども、西武枠はね、松坂さん出て欲しかったんですけども、秋山さんもね、今年ね、出て欲しかった選手の一人なんで、まあここは素直に嬉しいですね。まあただ査定年度がね、この秋山さんはトリプルスリーの年じゃないんですよ。まあなのでこのイチローセレクションはトリプルスリーで出るんじゃないですかね。わかんないですけど。まあそれだったら多分ミパ、そう、この3ステ全部 A になるんじゃないですかね。まあ期待してます。ということでね、改めてポジション別にね、するとこんな感じです。まあ、ピッチャー枠4人がね、金田さん、松坂さん、ヒルマンさん、佐々木さん。で、ポジション別にね、
キャッチャー城島さん、ファースト王さん、ジョーンズ、セカンド福良さん、サードが掛布さん、ショート野村さん、レフト張本さんにセンター秋山さんと、まあ、そしてライトはいないんですけども、ここは多分イチローさんがね入ればマジでイチロー純正作れますんで、まあさすがにコンプリートまではね僕は厳しいですけども、まあ、できる限りねガチャ回したいと思います。はい、ということでね、今日は超速報の情報をご紹介したんですけども、最後ね、良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。